トーール・ルママッカートニーからマイイス・デイビスデビまでアメリカを代表する音楽プロデューサートミー・リピューマについて <music> 先週の音楽コラムで、はい、日本のアルファレコード の話をしましまた、はいはい、創業者である村井邦彦さんの功績をまあ振り返るという内容でしたけれども、うん、その話の中で YMO の世界デビューの経緯についてもちらっとお話ししたんですよね。はい この YMO が全米でデビューしたきっかけっていうのが向こうの,このアメリカの大物プロデューサーであるトミー・リピューマという人が YMO を気に入ったからっていうのがまあきっかけになるんですけどまあそこに至るまでにはもちろんアルファレコード村井さんの,この地道な努力の積み重ねがあったわけなんだけどその辺りの詳しい話は YouTube で前回の音楽コラムアーカイブで残ってますのでそちらご覧いただくとして。 今日はその y m o o のことを気に入って全米リリースを決断したトミーリピューマというこれアメリカを代表する音楽プロデューサーについてお話ししたいと思います。お願いします。日本ではねこれトミーリピューマと呼ばれてますがアメリカではトミーリプーマと発音されるのがまあ本来の読み方ですね。でこの人がプロデュースしたレコードの総売上枚数7500万枚以上8000万枚に迫る。 数字だそうですそれはすごいです、ね、グラミー賞にノミネートされること計33回、はい、もう毎年のようにノミネートはされるそしてその中で5回もグラミー賞実際に受賞しているというもうともに大プロデューサーサであります、うん、2017年に亡くなっているんですけど、はい、実はですね先月彼のトミー・リピューマンについての電気本が出版されたんですね。うん トミー・ーーリピューマのバラードというこれ執筆しているのがシンガーソングライターでありジャズピアニストでもあるベン・シドランという人があの執筆してるんですけどこの人もねまた素晴らしいアーティストで僕も何度もライブ足を運んでるんですけど村上春樹さんが。 帯コメントを書いててたりして<ー>結構ねあの音楽ファンの間では話題に先月からなってる本なんですよ。でまあちょっとそのまあ内容というかトミー・リピューマーの生涯をこう振り返りたいなというふうに思ってるんですが、うん、まずトミー・リピューマーと音楽との出会い彼がどうやって音楽と出会ったかというと。はい 彼実は子供の頃に骨髄炎という感染症にかかってしまって何年間か寝たきり生活を送っていたんですよ。あそ,すね、そのまあ闘病中に出会ったのがラジオから流れてきたリズムブルース、はい、これに夢中になるわけですね。はい、で中学生くらいになると自分でサックスの演奏も始めるんです。うん、でジャズにのめり込むでレコードも買いまくる。うん、で10代の頃からね演奏の仕事も結構プロとして。 していいたたみたいなんでですけけどそれだけで食えるほどではなかったじゃあ何をして生計を立てていたかというと理髪髪師つまり髪を切る仕事屋さんんでで食ってたんですよ彼は若い頃うん、うん、そもそもですねシチリアからの移民であるお父さんが床、まあ、屋さんをやっていたっていうので、まあ、その流れで自分もじゃあ,あのとりあえず床屋さんとして食っていくかっていうことになったわけなんですけど、はい、これがまあいやいや働くんですよ。 なんでいやいや働くかっていうと本当は音楽やりたいからあなるほど、うんうん、そうだよなよなジャムセッションをやってサックスでね、はい、いろんなジャズクラブでセッションして、うん、朝早くから辛いわダリーわーやだこんなほら仕事行きたくねえって言いながら床 <laughs> 屋さんで髪を切る仕事をしていたとそれでもやっぱ生活のためには仕方ないそれに大好きなレコードを買うためには稼がなきゃいけないからね床屋さんを頑張ってやっていたというところがこのいやいややっていた床屋さん、はい この床屋さん家業というのが実は彼のキャリアにとって非常に重要だったんですよ。屋さんはですか、うん、というのも、はい、彼がやっていた床屋さんっていうのが、はいまあ、彼クリーブランドの人だったんですよオハイオ州クリーブランド五大湖の近くですアメリカの北部、はい、でうん、うん、クリーブランドの市街地の中でもラジオ局が密集しているエリアでたまたま床屋さんをやっていたんです彼は。 そうするとですよ必然的にラジオ DJ とかラジオ局にレコードを売り込みに来るこのレコード会社の人とか音楽関係者が出入りするエリアなんでここで有名無名問わず数々の業界人とのコネを作ることができたみんなお客さんで来てたわけです<ー>彼の店に。っていうのもだって本人サックス吹きで超レコードコレクターの床屋さんなわけだから。はい そんな床屋さんが職場の近所にあったら音楽関係者みんな通うよね髪、ね、切ってる間ずっと楽しく音楽談義できるわけじゃないですか、うん、だからもう業界人のたまり場みたいな床屋さんになってたわけですよ<ー>である時彼の床屋さんに常連さんでよく来ていた一人の業界人から「君ねちょっとレコードの梱包作業のアルバイトがあるんだけどやってみない?」って言われて「まあ、そんな大した仕事じゃないんだけど一応音楽業界の仕事出し」て言って、まあ、レコードを箱詰めする仕事です。うん とにかく何でもいいから音楽に関係する仕事に就きたかったこのトミー・リー・ピューマは床屋さんの仕事を放り出してそのレコード梱包のアルバイトを始める <laughs>、はい、そして梱包作業を頑張りながらですよプロモーション担当までその会社の中でのし上がるわけです。 えー、もうまさに叩叩きき上上げげですよね現場とにかく小さい頃からラジオにか,ぎりかじりついて音楽聴いてた人だからこのヒットしそうな曲に対する嗅覚みたいなものも自然と育っていたのかもしれないなのでプロモーションマンとして非常に成績が優秀でこのクリーブランドではあっという間にね一角の業界人になってしまうんですよ。 すすごいですね <laughs>、うん、そこで今度はまた床屋さん時代の違う常連客だった人から電話が入る、はい、その違う常連客という人は彼は今クリーブランドからロサンゼルスに移り住んで、うん、リバティレコードという老舗のレコード会社で結構出世していたんですね業界人として。はい、でたまたま、えー、クリーブランドでプロモーションマンとしてすでに実績を作っていた元床屋さんのトーミー・リー・ピューマにお前もハリウッドに来てうちの会社で働かないかと誘ったわけですよ。はい 俺でもう喜んでロサンゼルスに音楽のもうビジネスの中心地にこう行けるぞということでもう徳屋さんも何もかも放り出してロサンゼルスにこの移住するんですよ。その時トミー25歳くらいかな。そもそもプロモーションマンって何をするか。 はい、まあ広報ですよねプロモーションっていうからには実際何をするかっていうとラジオ DJ と仲良くなって、はい、時には袖の下を渡したりなんて賄賂を渡したり、はい、なんかさりげなくランチをおごったりなんかしてこのラジオ DJ のご機嫌をとりつつ自分のところのレコード会社へ出た新婦をそのラジオ DJ に番組の中でかけてもらおうっていう風に売り込む。 なるほどそれが、まあ、ラジオでかかると注文が入ってレコードのヒットにつながるからうん、うん、レコード産業の中ではかなり重要なポジションですよプロモーションマンっていうのは。でとにかくこの仕事何といってもやっぱり人脈が大切、ね、人脈が命。でこのプロモーション時代のトミー・リピューマンにとって大いに助けとなったのがこのクリーブランドでの床屋さん時代のお客さんなんですよ。<ー>こののクリーーブランドっていいいう街あんまり音楽都市のイメージななかもしれないけど実はロッ ロックンロールの誕生とは切っても切れない関係にありましてですねもともとは黒人による黒人のための音楽だったリズムブルースという音楽これを白人向けのラジオ番組で初めてかけた伝説的な白人の DJ がいるんですよラジオ DJ がアラン・フリードという人なんですけどこの人がリズムブルースをロックンロールという呼び名を勝手につけてで 白人種を問わず,問わず若者たちに積極的に自分の番組で紹介していったわけなんですよ。うん、つまり、ロックンロールの名付け親なんですね。はい、そして火付け役の張本人、この人がやっていた伝説的なラジオ番組っていうのが何を隠そうクリーブランドのラジオ局の番組だったんですよ。うん、つまり このクリーブランドのラジオ番組で紹介する音楽に全米の若者が熱狂してたわけなんですね、はいうん、ラジオ文化とレコード産業と若者文化が戦後結びついてロックンロールとして花開くその震源地みたいなのがまさにこのクリーブランドだったんです。ロロックンロールが誕生した街、うん で余談ですけどロックの殿堂ってだからこのクリーブランドにあるんですよ今でも。うん、で、うん、クリーブランドっていうのはそもそも重工業で栄えた町です鉄工業とかそういうものでだから第二次世界大戦前後ってかなり裕福な町で人口も多かったんですね豊かなアメリカの縮図みたいな町だったんですよ。はい、この町でヒットすれば全米の他の町でもヒットするだろうっていえばレコード産業にとってはリトマス試験紙みたいな側面を持った町だったんですね。で1950年代のロロックンロールと,いうこと 言葉が誕生した瞬間クリーブランドに居合わせたそのラジオマンとか音楽関係者がその後ニューヨークとかロサンゼルスにこう散っていって、うん。 でレコード産業がさらに発展していく中でそういう人たちがさらに出世していくっていうケースが多かったんですが、はい、そんな時代にクリーブランドのラジオ局が密集するエリアでたまたま床屋さんをやっていたトミー・リピューマですから、うん、その後プロモーションマンとしてロスに行こうがニューヨークに行こうが目つぶって歩いたってその床屋さん時代の馴染みの常連さんがそこかしこにいるわけですよ出くわすわけですよ。 でしかもみんなその頃には出世して結構偉くなってるもんだからこの床屋さん時代に気づいたクリーブランドで気づいた人脈が彼のプロモーションマンとしての,この成功にすごく大きなこのキーワードというか重要なーキーポイントだったわけですね。で トミーーピューマ偉大なプロデューサーだって言ってるのにこの床屋さん時代とプロモーションマン時代の話でもう音楽コラムの時間が終わりそうに、はい、プロモーションマンで終わってしまうっていうこのプロデューサーの話が全くできてないっていう状態なんですけどまあとにかくねこの「電気本トミー・リピューマのバラード」っていうのはあとはもうみんなで読んでくださいっていうことで <laughs> なるほどあのすごい面白い本。でででもねうん、うん、実際ですよロック誕生ののの現場いいいやいやや屋屋ささんんををたたたままってて男がそ時代のコネを生かして 業界のの中でのし上がっていってていしかもリスマンド・ブルースとは別の種類のアフロアメリカンの音楽であるジャズジャズ彼がもうちっちゃい頃からサックス吹いて好きだったジャズをロックの世界に持ち込んでロックの新しい時代をこう築き上げて大成功するっていうのはもうまさにアメリリカンドリームなんですよで成功してからの話はまあいいじゃないですか。 <laughs> でそのねこの本でもねやれポール・マッカートニーが向こうから連絡してきたとかねロッド・スチュワートのこのプロデュースの話を断ってやったぜとかそういう話がいろいろ出てくるんですけどでもまあそういうセレブ話はまあよくて実際この本の中でも後ろ3分の2はねもうウイニングランみたいな感じでとにかく前半が面白いのよ。うんうん 彼の床屋さん時代とプロモーションマン時代の間に実はその後のキャリアを決定づけるようなミュージシャンとか音楽関係者たちに大体で,んでしかもその交友関係が一生涯続いていくっていう部分がすごく面白くてこの本でも書かれてますけどレコード産業ってみんなその当時顔見知り。 もうみんな顔見知り同士のちっちっっゃなな産業だったんんですよ、はいはい、みんな同じようにちっちゃい頃ラジオから流れてくるリズムブルースに憧れて、うん、でみんな同じように普通の社会ではちょっとうまくやっていけないようなはみ出し物の集まりでそんな人たちが自分たちが思い描くいい音楽素晴らしい音楽にこう夢中になってそういうものを追い求めていってるうちにいつの間にかそれが何百億ドルっていう世界的な規模の一大産業に成長しているっていうその ちっちゃな同人サークルみたいなものから趣味のサークルみたいなものから一大産業が生まれていくっていうのを一人の人物の生涯を通してこう見ることができるっていうのが非常に面白いところなんですよね。読みたくくなりますすねねね、うん、これねすごく面白いで一、ね、つ この手の音楽に詳しくない人っていうのは結構固有名詞いろいろ出てきますから読み進めるのちょっと辛いかもしれない、はい、ところがですよこの本非常によく考えられていてその章に出てくる音楽とかアーティストが Spotify のプレイリストにまとめられていて QR コードがついてるんですよその章のタイトルのところえすごい新しいタイトに、ね、そ,それを読み込んでスト Spotify のプレイリストを流しながらだとその章に関係する音楽を聴きながら読めるっていうすごいよく考えられたね、えー、本なんですよ今日はせっかくな でこの電気本の著者でもあるベンシドランの曲を1曲かけたいと思います実はこの曲トミーリピューマの名前どこにもクレジットされてないんですけど、はい、彼のレーベルからのリリースになりますしそもそもね音を聞けばこれトミーリピューマがっつり関わってるなっていうのははっきりわかる曲です、うんえー、ベンシドランの1曲です7 Steps to Heaven お送りしているのはベン・シュドランセブン・ステップストゥ・ヘブン今これ後ろで流れてるのがねスティーブ・ガットの名ソロです、うん、名ソロにかぶせて喋っちゃってますがこれまさにあのトミー・リピューマが目指したそのジャズ ジジャズととポピュュラーミューミックの融合というこれ全然売れなかった曲ですけど売れなかったアルバムだけどトミー・リピューマのなんていうか音楽的な思想っていうのがすごくよく出ているこのジャズのロックの世界にジャズを持ち込むっていう意味ではこのアルバムすごくね聴き応えがあるアルバムでペンシュドラの「ザ・キャット・アンド・ザ・ハット」というアルバムからお届けしました。<music>